皆さんどうも、今回は J1 第27節、名古屋グランパス対サンフレッチェ広島について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合なんですが、サンフレッチェ広島の完勝と言っていいんじゃないかなと思います。まあ、圧倒的な内容でしたし、ほぼほぼ名古屋グランパスに何もさせなかった一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、攻守においてかなりの安定感を手にしながら、試合を進めることができていましたし、まあ、だからこそ名古屋グランパスを圧倒したんだと思います。ではどのような形でサンフレッチェ広島が名古屋グランパスを圧倒していったのか、これについて振り返っていこうと思います。まずなんですが、サンフレッチェ広島はビルドアップの局面がかなり上手くなっています。で、この試合も3人の土台を作っていくこと、まあ、特に塩谷選手と川辺選手、彼らがしっかりセンターハーフの稲垣選手、椎橋選手、彼らを引っ張り出すことを考えながら、でなおかつウィングバックの新井選手、東選手がこのセカンドトップの森島選手、山岸選手、まあ、ファーストプレスラインのところにかなり影響を与えたことによって、中野選手、荒木選手、佐々木選手、まあ、ここの3枚が安全にボールを持つことっていうのが叶っていたんじゃないかなと思います。でここから前進をしていくことができるんですけど、まあ、安全にプッシュアップしていくためにやっぱりここの2枚を動かして、でここのスペースっていうのをかなり大きく空けたことがこの試合かなり良かったんじゃないかなと思いますし、それができるようになっているサンフレッチェ広島は本当に強いなと改めて感じます。じゃあどのように前進をしていったかっていうと、まあ、まずなんですけど忘れていないのがこの上のパスです。でここの上のパスを使うときっていうのは、この塩谷選手だったり川辺選手、まあ、彼らが稲垣選手と椎橋選手を動かしたところから始まっていきます。でこの塩谷選手が結構この山岸選手、パトリック選手、森島選手、ファーストプレスラインの手前に降りることが多くなっていて、まあ、ここのやり取りをしっかりと加えながら、稲垣選手だったり椎橋選手、彼らを引っ張り出すことっていうのが叶っていました。で新井選手もしっかり中野選手のパスコースっていうのを作り出していますし、逆だったら東選手が佐々木選手のパスコースを作るために降りてくるんで、この泉選手だったり中山選手、ウィングバックの選手を引っ張り出していくことっていうのも叶っていきます。でこの塩谷選手、川辺選手の準備の仕方だったり、まあ、体の作り方、体の向きの作り方がめちゃめちゃうまいんで、中野選手も荒木選手も佐々木選手もしっかりここに差し込むやり取りがしやすいんじゃないかなと思います。でこの2人が味方に時間とスペースの直近っていうのをしっかりと作ってくれるんで、ここの白のスペースがかなり空いてきます。でここのスペース、まあ、ライン間がかなり空いてきた時に、中野選手だったり佐々木選手、荒木選手から上のパスだったり、まあ、下のパスで差し込む場合もあるんですけど、上のパスを使って前進をしていくことっていうのも叶っていたんじゃないかなと思います。でここの上のパスを使った瞬間の松本選手、川辺選手、満田選手、まあ、ここのトランジションを発生させてボールを回収する能力が高い選手たちが揃っているんで、ここでボールを回収して一気に攻撃に移っていくっていうのも叶っていたんじゃないかなと思います。で、他にも前進方法があって、まあ、まず外からの前進方法です。で、この外からの前進方法なんですけど、先ほども言ったように、新井選手が中野選手からボールを引き取るために、まあ、角度を作って降りてくるんですけど、まあ、この角度を作るときに、まあ、泉選手、逆だったら中山選手を引っ張り出すことができるんですが、まあ、ここの新井選手、東選手のやっぱプレス体勢っていうのはめちゃめちゃ高いところにあって、まあ、だから、塩谷選手とか川辺選手をしっかりとここで、絡めながら外側に持っていくと何が起こるかっていうと、まあ、松本選手がウイングバックの背後に抜け出すこと、逆だったら三田選手がウイングバックの背後に抜け出すことっていうのが多くなっていきます。でこれを作り出していくと、まあ、まず稲垣選手をしっかりと引っ張り出しているんで、ここの斜めのコースっていうのが空いてきます。でこの斜めのコースを開けるために松本選手だったり三田選手は背後を取っていくんですが、まあ、この際にやっぱり新井選手はここを選択したり、この内側を選択したりっていうのがしっかりと行えるんで、加藤選手への斜めのパスっていうのもしっかり出すことができますし、この背後っていうのも出せるようになっていきます。で仮にここで加藤選手が奪われたとしても、しっかり川辺選手だったり、まあ、塩谷選手だったりが列上げを行っているんで、まあ、ここのトランジションのところで対応することができますし、まあ、川辺選手も塩谷選手もこのレイオフをしっかりと作っていくことができるんで、まあ、前向きのプレーっていうのは叶っているんじゃないかなと思います。まあ、しっかりここのラインを越えていくために稲垣選手だったり山岸選手だったりを動かして、まあ、外側から進んでいくことっていうのも叶っているんじゃないかなと思います。
で、もう一個なんですけど、この川辺選手がサンフレッチェ広島に帰ってきたことによって、このセンターハーフのやり取りで前に進んでいくことっていうのが叶っていきます。で、これも先ほども言ったように、やっぱ塩谷選手やってる川辺選手、彼らの体の向きの作り方がめちゃめちゃうまいんで、まあ、これによって、進んでいくこと、中央から進んでいくことができるんですが、まあ、その際にやっぱり重要になってくるのは松本選手だったり満田選手で、まあ、彼らが椎橋選手、稲垣選手に影響を与える、影響を及ぼして固定したりしているんで、まあ、ここの一瞬のスペースが空いたときに、まあ、こういうやり取りだったり、荒木選手から川辺選手だったり、まあ、ここをうまく使いながら前進をしていくこと、ビルドアップを完成させていくことっていうのは叶っているんじゃないかなと思います。まあ、めちゃめちゃこの2人が塩谷選手と川辺選手が相手を動かしたり止めるためのポジショニングを取りながら、でその体の向きによって相手を混乱させることができていますし、まあ、それによって中野選手、荒木選手、佐々木選手が安全にボールを持ちながら前に差し込むことっていうのが叶っているんじゃないかなと思います。まあ、特に荒木選手なんですけど、本当にいろんなところに刺せるようなプレーを選択していますし、かなり成長を感じるなと改めて思った一戦でもありました。で、全体をプッシュアップした時に何が起こっていたかっていうと、まあ、塩谷選手をアンカー化させて、まあ、3-1 でしっかりと進んでいくこと、崩しに入っていくことができるようになっていきます。で、ビルドアップをやっぱり丁寧に行っていくこと、全体を押し上げるための時間を作りながらボールを保持しているので、ウィングバックもしっかり押し上げることができますし、センターバックも押し上げていくことっていうのが叶っていきます。まあ、やっぱり時間を作りながら全体を押し上げていくと自分たちが整えながら攻撃に入っていけるんで、めちゃめちゃ安定するなと改めて思いました。で、川辺選手、松本選手、加藤選手、満田選手、まあ、彼らがこのインサイドハーフのポジションをぐる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 しながら攻撃を仕掛けていく、崩しに入っていくんで、名古屋グランパスからすると本当に捕まえづらかったんじゃないかなと思います。で、この試合もなんですが、中野選手だったり佐々木選手、まあ、特に中野選手の攻撃参加っていうのはかなり多かったんじゃないかなと思います。まあ、この中野選手と荒井選手のこのワンツーで進んでいくことっていうのもありましたし、まあ、当然なんですけど、ここの4枚でしっかりと崩しを行いながらサイドを取ってクロスだったり平行からミドルシュートっていうのも作り出すことができていきます。で、何より大きく変わったところが何かっていうと、まあ、この塩谷選手の手前の逃げ道をしっかりと用意していたことです。で、この塩谷選手の手前の逃げ道をしっかり用意する際に、東選手が内側に入って、まあ、ネガトラの担保とセンターバックが上がるためのスペースっていうのを確保することが多くなったなと思います。で、これ何がいいかっていうと、まあ、このように佐々木選手が上がっていくこと、まあ、こっち側のボールサイドで崩しが効かなかった時に、まあ、しっかりとこういう横断をしながら、まあ、センターバックを押し上げることができるんで、まあ、この際に中野選手と荒木選手が2バックのような形になりながら攻撃の厚みっていうのを担保していきます。で、この際に東選手が内側を取っているんで、まあ、野上選手、中山選手、森島選手、ここに影響を与えながら止めることができていましたし、まあ、仮に佐々木選手がこういう風に上がってボールを受けた時っていうのは、東選手が内側から外側に出てって奥を取ることっていうのも叶っているんじゃないかなと思います。で、これを行った時にまた斜めにこういう風に刺せることができますし、当然塩谷選手のところから縦を伺わせながら攻撃を仕掛けていくこともできますし、まあ、かなり塩谷選手のアンカーっていうのはハマっていたんじゃないかなと思います。で、なおかつウィングバックの横移動が増えたので、ネガトラのところでも担保を抑えつつ、佐々木選手、中野選手を押し上げて、さらにネガトラの強度っていうのも上げていくことっていうのが叶っていたんじゃないかなと思います。で、これによってサンフレッチェ広島は名古屋グランパスを圧倒しましたし、相手を押し込んでカウンターを未然に防いでいたなと感じる一戦でもありました。で、守備の局面でも少し変わっていきます。で、まあ、ハイプレス、ミドルプレス、まあ、ここの線引きっていうのはめちゃめちゃ上手くなりましたし、まあ、川辺選手の加入によってこの稲垣選手、椎橋選手を1人で2枚管理することっていうのが叶っているんじゃないかなと思います。まあ、当然なんですけど、この川面選手と野上選手、ここに追い込むことが多くなりつつ、まあ、これによってウィングバックの荒井選手、東選手を押し出さなくても良くなったなと感じます。で、この荒井選手と東選手を押し出す回数っていうのが減ったことによって、まあ、ここの3センターバックの脇のスペースっていうのを明け渡す回数っていうのも減ったかなと思います。で、どのように追い込んで
回収していくかっていうと、まあ、当然なんですけど、加藤選手が三國選手に対してちょっかいをかけて外側に誘導した瞬間に満田選手、松本選手、こうだったら満田選手がこういう風に野上選手にプレスをかけていきます。でその際に松本選手、逆のセカンドトップがしっかり稲垣選手まで絞り込むことで、川辺選手は2枚を管理しているんで、ボールサイドのセンターハーフに寄ることが多くなっていきます。でこれによってフィルター役として働いている塩谷選手もずれながら、まあ、ここの回収場所っていうのを明確にしてボールを奪い切ることっていうのは多かったんじゃないかなと思います。で当然なんですけど、中山選手だったり泉選手、彼らはかなり高い位置を取ることが多くて、まあ、東選手、新井選手はそこに対応することが多くありましたし、この荒木選手の復帰によってパトリック選手をしっかりと抑え込むこと、まあ、蹴らせて回収というのもかなっていますし、佐々木選手が森島選手を見ながら、まあ、塩谷選手と強撃と迎撃を作ってここで回収することっていうのはかなり多かったんじゃないかなと思います。だから名古屋グランパスからすると下からなかなか進めなかったと思いますし、まあ、上のパスを蹴ったとしてもやっぱり中野選手、荒木選手、佐々木選手は弾き返す強さがあるんで、まあ、これでしっかりとサンフレッチェ広島はハイプレスから蹴らして回収、もしくは迎撃っていうのを作り出すことがかなっていたんじゃないかなと思います。でサンフレッチェ広島の特徴として一つハイプレスが上げられるんですが、まあ、その回数っていうのは減っていると僕は思っています。で省エネというか、まあ、体力を調整しながらプレスに出る出ないを決めることができるようになっていますし、まあ、ミドルプレスっていうのが今サンフレッチェ広島の大きな武器になっているんじゃないかなと思います。で満田選手って、ね、松本選手、まあ、彼らが背後を消す回数っていうのは多くなりましたし、まあ、この出る出ないの線引きっていうのは個人としてめちゃめちゃ高いレベルにあるなと思いますし、成長したなと思います。まあ、だから外側外側に誘導していくことができるようになっていますし、まあ、その誘導した時に満田選手だったり松本選手が突貫でプレスに行くんではなくて、まあ、しっかりと森島選手だったり山岸選手、彼らのことを背後で消していくんで、まあ、後ろの選手からするとすごい管理しやすい、1対1に優に入りやすい状況で守備に集中することができるようになっているんじゃないかなと思います。じゃあどのようにボールを奪っていくかっていうと、まあ、例えば川原選手がボールを持った時っていうのは松本選手は牽制をすることが多くなっていきます。まあ、奪いに行くんではなくて、まあ、しっかり背後を消しながら出ることが多くなっているんで、ここのウィングバック対ウィングバックでセカンドトップセンタートップのところでボールを回収する回数っていうのは多くなっていきます。でこの牽制がめちゃめちゃ上手なんで、まあ、新井選手からするとここは1対1なんですが、まあ、セカンドトップがしっかり牽制しているんで有利に1対1に入ってここで回収することっていうのもできるようになっていますし、まあ、ここから斜めに差し込んできたとしても中野選手、川辺選手でしっかり強撃をしながらここでボールを回収することもできるようになっているんじゃないかなと思います。まあ、むやみやたらにやっぱりボールに突っ込んでいかなくなったんで、まあ、そこがうまくミドルプレス、まあ、ミドルブロックが安定して機能しているところにあるんじゃないかなと思います。まあ、本当に特に満田選手なんですけど、そこの線引きっていうのが本当に成長したなと思いますし、この試合も何度も何度も二度追いで時間を作りながら全体を整えるようなチームプレーっていうのも行っていましたし、まあ、出ていった時の迫力っていうのは相変わらずありましたし、まあ、本当にこの試合満田選手めちゃめちゃ調子良かったと思いますし、満田選手が改めて成長して帰ってきたなと思う一戦でもありました。まあ、本当にこの試合なんですけど名古屋グランパスにほぼほぼ何もさせなかったですし、まあ、1点失点してしまいましたけど、まあそこは佐々木選手がちょっと早めに珍しくリポジを行ってしまったんでぽっかり空いてしまったんですけど、そのあたりの課題っていうのは、まあ、無失点で終えればよかったなと思いますし、まあ、その課題がある中で、まあ、それでもほぼほぼグランパスに何もさせずに勝ち切ったっていうのは本当になんか改めてめちゃめちゃ強いチームだなと感じる一戦でした。本当川辺選手だったり塩谷選手の動きっていうのはお手本になると思いますし、強いサンフレッチェ広島が見れるんでぜひ見返してほしいなと思う一戦でもあります。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこのあたりで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。